今日未明、宗像市の交差点で軽トラックとマイクロバスが衝突する事故があり、軽トラックの助手席に乗っていた男性が死亡しました。警察によりますと、午前2時ごろ、宗像市藤原の交差点で軽トラックとマイクロバスが出会い頭に衝突しました。この事故で軽トラックの助手席に乗っていた上津健さんが胸を強く打つなどして病院に搬送され、およそ1時間半後に死亡が確認されました。マイクロバスに乗っていたのは運転していた71歳の男性だけでしたが、軽トラックを運転していた26歳の男性とともに怪我をしています。現場の交差点は事故当時、軽トラック側が赤の点滅信号で、マイクロバス側が黄色の点滅信号だったということです。警察は軽トラックが一時停止を怠ったとみて、詳しい事故の経緯を調べています。